こんにちは、若松宗男チャンネルでございます。今日は箱根から、お伝えいたします。明日でございますね。28日、NHK の総合テレビで、昼前ホットという番組があります。午前11時5分から11時54分ですかね。この時間帯の中で、ここの箱根の箱根上の湯の、旅館の、先日テレビで放送していただいたやつの再々放送がございますので、ぜひ皆さん、見ていただきましたら嬉しく思っております。一番初めはね、NHK の土曜日の朝でございますね。おはよう日本という、NHK 総合のテレビですけれども、それの土曜素敵旅っていうコーナーで、7月の23日ですか、箱根登山電車が、去年のね、もう台風で本当にもう相当惨憺たる被害を被って、でね、懸命なる復旧工事の結果、先日、7月ですかね、7月23日に、箱根湯本から強羅まで、開通いたしました。それを、記念してっていうのか、NHK が番組を作ったわけでございますけれども、その番組の中で、ここの箱根上の湯の旅館が取り上げて、いただきました。それで、その後ね、再放送が、首都圏ネットワークという、番組で、再放送がございまして、それからまた再放送ということで、明日でございますね。昼前ホットということで、放送がありますので、一つよろしくお願いいたします。こんなことでね、箱根と縁が持てたことによって、ここの箱根上の湯の旅館は当然なんですけれども、音楽の方ですね、箱根レコーズというのを立ち上げましてね、それで、箱根から音楽をということで、いろいろと、箱根にちなんだっていうわけではないですけれども、全てどんな音楽でもいいんですが、音楽を発信し始めました。これはやっぱり全国発売できますので、一つはね、箱根四季の歌という、これを作りましてね、作曲はね、木杉隆夫さんに、作曲していただきまして、まだこれ具体的にまだレコーディングしてなくて、近々レコーディングして発売する予定でございます。それからと、箱根というとね、この箱根駅伝という有名なイベントがあるんですけれども、この箱根駅伝に関する歌なんかも考えておりますので、一つそういう、旅館だけではなくて、音楽方面も、どんどん発信してまいります。ここ何年かですね、音大を卒業された、女性の方なんですけれども、大体3人くらいで、そうですね、年に2回くらいですか、ここの旅館で、地域の人たちに集まっていただいて、1時間くらいなミニコンサートを、ずっと開いたりしております。そんなことでですね、やっぱりその、箱根から音楽をということで、今後、どんどん発信していきたいと思いますので、ぜひね、できればね、私はもうなんかこう、個性的でこうイメージがはっきりしてて、こんな音楽素敵だなっていう音楽であれば、ロックっぽい音楽であろうが、フォークっぽい音楽であろうが、ポップスであろうが、歌謡曲であろうが、演歌であろうが、
何でも構いませんので、ぜひね、皆さん、からも、まあ、作詞でも作曲でももちろん全部、両方できた楽曲でも結構ですので、まあ、できれば、まあ、楽曲ができてた方がいいですね。まあ本当にもう簡単なデモテープでも大丈夫ですし、まあそういうのでね、まあ私が気に入った音楽であれば、また一緒に話をしながら、まあ全国発売していきたいなと思っております。これはやっぱりね、私もまあね、だいぶ前ですけれども、そのまあ聖子でね、アメリカ行ったりして、まあ当時のCBS ソニーの洋楽の人たちに案内されて、いろいろ CBS ね、アメリカの CBS レコードだけじゃなくて、いろんなそのアメリカの、まあ、地方にね、とっても有名なこうレーベルがあるんですよね。だからやはりそのまあ東京ということだけではなくて、やはりこのね、東京以外の地方からやっぱりこれからは音楽を、個性的な音楽を発信していきたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加いただきたく、気楽にご参加いただきたくお待ちしております。よろしくお願いいたします。失礼いたします。